スノーマン・ナウール、ミラコレ初参加、ジョルジオ・アルマーニ、フロントローで鑑賞。スノーマンのラウールが15日、日本時間、ミラノで開催された、ジョルジオ・アルマーニ。2024秋冬メンズコレクションショーに来場した。ラウール、ジョルジオ・アルマーニ、フロントローで小鑑賞日本からは、今回がミラノコレクション初参加となるラウールが春夏の新作をまとって来場し、最新コレクションを鑑賞。世界のセレブリティと共に、フロントローでショーを鑑賞したラウールは、昨年のパリに続き2度目のファッションウィーク参加でしたが、今回は純粋にショーを楽しむことができました。小中盤に出てきたアルマーニらしいベロア素材のルックや、フィナーレに登場した装飾が施されたルックが特に印象的で、自分でも着てみたいと思いました、と感想を語った。ラウールはスノーマンのメンバーとして活動する傍ら、昨年パリファッションウィークでコレクションモデルとしてランウェイに登場するなど、グローバルなモデル活動を展開している。